ビル・ロビンソンは、イギリス・マンチェスター出身のプロレスラー。ウィガンのビリー・ライレイジムで、キャッチレスリングを習得し、欧州マットを経て、日本やアメリカで活躍した。ダブル・アーム・スープレックスを、日本で、初公開したことから、人間・カザ車の異名を持つ。アメリカでは、バーン・ガニアが主催していたアワを、主戦場に、ブリッド・ビリー・ロビンソンのリングネームで活動。体幹は果たせなかったものの、 直わ世界ヘビー級王者の最有力候補とされていた。初期総祖,祖父、ハリー・ロビンソンはボクシングの元ブリティッシュブラスナックル王者。父親のウィリアム・ジェームズ・ロビンソンもハリー・ロビンソンのリングネームで活動したプロボクサー。父に憧れ12歳でボクシングを始めるが、13歳の時に友人の投げたブリッキの看板が目をかすめ、眼球を損傷しボクサーの道を断念。 その後、同じくボクシングの元ヨーロッパヘビー級王者であり、後にプロレスラーとなった叔父のアルフ・ロビンソンの勧めで、レスリングに転向、YMCA のレスリングクラブを経て、1954年に15歳で、ビリー・ライレージムに入門した。ジムの師範代である、兄弟子のビリー・ジョイスのコーチの元トレーニングを積んだ後、ヨーロピアントーナメント優勝を経て1959年に19歳で、 プロデビュー。以後、イギリスのジョイントプロモーションズを活動拠点に、1960年代は欧州各国からインドや中東、さらには南米まで世界中のリングに上がった。1965年6月12日にはヨーロピアンヘビー級王座、1967年1月18日にはブリティッシュヘビー級王座をそれぞれ地元のマンチェスターにて、 兄弟子のジョイスからダッシュ。翌1968年4月、国際プロレスに初来日を果たし、異行動団体の外国人エースとなった。1969年からは、北米マットにも進出し、カナダのカルガリーにて、スチュハートが主催していた、スタンピードレスリングに参戦。同年6月26日、全王者アーチー・ゴルディの欠場に伴い、 フラッグシップタイトルの北米ヘビー級王座を獲得している。7月7日にはドリーファンクジュニアの NWA 世界ヘビー級王座に初挑戦して引き分けており、10日のレジャイナと12日のエドモントンでも連続挑戦した。北米ヘビー級王座は翌1970年2月6日、後に全日本プロレースでも構想を展開することになる。 アブドーラザ・ブッチャーに敗れるまで退官を続け、以降もブッチャーを相手に同王座を争った。カルガリーと並行して南半球のオーストラリアにも遠征しており、1969年10月31日にキラー・カール・コックスから豪州版の岩世界ヘビー級王座をダッシュ12月19日にキング・カーティス・イヤウケアに明け渡すまで、 北米ヘビー級王座との二冠王の座についていた。1970年代1970年のハワイ、滞在中、同じ英国出身のロードブレアースの紹介でバーン、ガニアと開港。当時日本での主戦場としていた国際プロレスが、同年にガニア主催のアワと提携したこともあり、翌1971年より、ロビンソンもアワに登場。 ブラック・ジャック・ランザとの構想を皮切りに、アメリカ合衆国本土での活動を本格的に開始する。1972年からは、国際プロレスと同様にアワにおいてもレスリングキャンプのコーチとなり、ディック・フレアー、コシロ・バジリ、ケンパテラ、ジム・ブランゼル、クレッグ・ガニア、ボブ・リー・マースなどを指導した。 なお、ハワイでは1970年8月26日と1973年1月17日に、ホノルルにて、ファンクジュニアの NWA 世界ヘビー級王座に再挑戦して引き分けている。アワでは、ベビーフェイス陣営の主力となって活躍し、1972年12月30日には、テーオーガニアとのコンビで、ニック・ボック・ウィンクルレイ・スティーブンスから、 アワー世界タック王座をダッシュ。1974年7月21日にも、クラッシャーリソワスキーと組んで同王座を獲得した。なお、同年はガニアが、エドワード・アズナーと制作した映画座レスラーに、主役プロレスラーとして出演している。ガニアはロビンソンをシューターとして高く評価し、アワーを、道場破りなどの外敵から守るポリスマンの役割も、委ねていたという。日本で、 国際プロレスから新日本プロレス、さらには全日本プロレスへと移籍した1975年から1976年にかけてはアメリカでもアワーを一時離れた団体に進出。新日本参戦直前の1975年11月17日には WWWF に出場し、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでジョニー・ロッツを下している。 NWA の南部テリトリーも転戦し、同年12月20日に、フロリダでキラー・コワルスキーから南部ヘビー級王座を奪取。1976年には、オクラホマのトライステート地区にて、ビル・ワットと組み、US タック王座を獲得している。全日本プロレスのレギュラー外国人選手となっていた1977年は、NWA の総本山だったセントルイス地区にも、 たびたび登場、ヒールオーディトリアムにて、ブルドッグボブ・ブラウニやイワン・コロフ、クリス・マルコフラと対戦した。アメリカでの主戦場だったアワでは、世界ヘビー級王座大官は実現しなかったものの、大英帝国ヘビー級王者に認定されている。同王座は、英連邦のカナダで、単発的に防衛戦が行われ、1978年3月に、アンジェロ・モスカ、 1979年10月に、スーパーデストロイヤーマーク2にタイトルを奪われたが、いずれも短期間で奪還している。1980年代1980年、アワの提携団体だったテネシー州メンフィスのクアに参戦。4月28日にマスクドスーパースターを下し、全王者ゼリーローラーの返上で空位となっていた、クア世界ヘビー級王座を獲得している。以降もビルランディ。 オースティンアイドル、ボビー・イートンを破る同王,王座を再三獲得、因縁のボック・ウィンクルをはじめ、トミー・リッチ、ポール・エラ・リング、キラー、カール・クラップ、ジプシー・ジョー、さらには、ルーテーズをチャレンジャーに防衛戦を行うなど、1981年2月まで、クア世界王者として活躍した。1981年は3月から5月にかけて、メキシコのウアにも出場しており、 5月1日のエルトレオでのイベントでは、1975年の新日本プロレス参戦以来となるストロング小林とも6人タッグマッチで久々に対戦。5月18日にはアレナ・プエブラにて初代タイガーマスクともタッグを組んだ。デビュー以来ベビーフェイスのポジションで活動していたが、1982年カナダのモントリオールにてヒールターンを決行。 口ひげを生やし、同じギリス人のロードアルヘイズをマネージャーに従え、嫌味な英国紳士のヒールを演じた。11月には、リック・マーテルを破りモントリオール版のインターナショナルヘビー級王座を獲得、以降もザ・デストロイヤーやティノ・ブラボーと同王座を争った。1983年5月23日には、現地ヒールのピエール・ル・フェイブルをパートナーに、ジノ・ブリットトニー・パリシから、 ドータック王座もダッシュ。これが彼のキャリアにおける最後のタイトル体感となっている。その後はベビーフェイスに戻ってアワに復帰し、1984年にはアワ世界王者となってアメリカに乗り込んできたジャンボツルダにも挑戦したが、現役最後の年となった1985年に再びヒールターン。ガニアが NWA のジム・クロケット・ジュニアらと共同で、 立ち上げた WWF の対抗組織、プロレスリング USA にも参加し、2月24日に行われたビッグイベントスターウォーズでは、ボブバックランドと対戦。同日に行われたタッグチームバトルロイヤルには、カマラとの異色コンビで出場、サージェントスローターと決勝を争った。4月21日に、アワがセントポールで開催したスターケージ1985にも、 ボビー・ダンカンとのタッグで出場するなどヒールでの活動を続けたが腰や膝など体の故障に加え WWF の全米振興でアメリカマット界のテリトリー性が崩壊しつつあったこともあり同年に現役を引退した国際プロレス発来日は1968年4月日本レスリング協会の会長で国際プロレスの発起人でもあった八田一郎が 当時のロビンソンの活動拠点だった英国のジョイントプロモーションズとのコネクションを持っていたため、ッ田の仲介で国際プロレスの日英チャンピオンシリーズに参戦。当時の国際プロレスはブッカーのグレート統合と決別し、ッ田を独自にヨーロッパを外国人選手の新しい昇平ルートとして再出発していたが、日本プロレスのアメリカンプロレス路線を見慣れていた。 日本のファンや関係者にとって、欧州の選手は地味な印象を持たれがちだった。しかし、未知の技ダブルアームスープレックスを日本で初公開したロビンソンは日本でも強烈なインパクトを残し、一躍注目の存在となる。初来日時には、豊登堀とサンダー杉山を相手に、ヨーロピアンヘビー級王座を防衛。再来日となる同年11月開催のワールドチャンピオンシリーズでは、 優勝を果たし、いわ世界ヘビー級王座の初代チャンピオンに認定された。なお、同シリーズでは、A マットでの名優ジョージ・ゴーディエンコや、ピーター・メイビアともリーグ戦で対戦した。シリーズ終了後も、国際プロレスに残留し、翌1969年上期まで、外国人でありながら、日本人陣営のエースとなって活躍。それまで外人レスラーは、と式が、 支配的だった日本のプロレス界において日本人選手と共闘する初の外国人ヒーローとなった。また国際プロレスでは若手選手のトレーナーも兼任し、寺西勇、マイティ、井上、アニマル浜口らを指導している。いわ世界ヘビー級王座は1969年1月から5月にかけてグレートクサツ、チーフホワイトウルフ、スタンスタージャック、 ラッシャー・ア村を相手に防衛。同時期に保持していたヨーロピアンヘビー級王座の防衛戦もアルバート・ウォールラを挑戦者に迎えて行われた。いわワ,ワールドシリーズでは1970年3月の第2回大会でも決勝でストロング小林を下して2連覇を果たす。1971年3月の第3回大会ではビリー・ライレイジムでもスパーリングを行ったことのある。 カール・ゴッチ、そして、モンスター・ロシモフと名乗っていた頃の、アンドレザ・ジャイアントとの三者で優勝戦を争った。1970年からのアメリカ進出に伴い、同年5月に、いわ世界ヘビー級王座を杉山にリングアウト負けで、明け渡すも、アワのスター選手となってからも、国際プロレスにはたびたび来日。1974年には、全王者、小林の離脱で空位となっていた。 同王座に返り咲いている。なお、この来日時には、タックマッチながら初めて金ミデスマッチに出場している。最後の参戦となった同年秋のワールドチャンピオンシリーズでは、11月20日に、倉前国技館にてバーン、ガニアのアワ世界ヘビー級王座に挑戦した。新日本プロレス最後の国際プロレス参戦から1年後の1975年12月、新日本プロレスの 闘コンシリーズ第2弾に終盤戦特別参加で登場。来日第一戦となる12月4日の大阪府立体育館では国際時代からの因縁の相手であるストロング小林に勝利。その後も長みの遥、か、山本小鉄、星野勘太郎を下し、タックマッチではグレッグ・バレンタインと組んで小林坂口誠司と対戦した。そして、 シリーズ最終戦の12月11日、倉前国技館にてアントニオ猪木の NWF ヘビー級王座に挑戦。3本勝負でそれぞれが1本ずつ取った後、60分時間切れ引き分けとなったこの試合は、プロレース史に残る普及の名勝負とされている。新日本からは、長期契約が提示され、以降も参戦が予定されていたが、 報酬額の低減を要求されるなど条件面の不信感から新日本参戦はこの一度だけに終わった。しかし、ロビンソンは初期の実力を高く評価し、それ以前も以後も含め自分が戦った日本人選手の中ではナンバーワンだったとしている。なお、新日本プロレスには引退後の1990年9月30日。 アントニオイノキのレスラー生活30周年記念のメモリアルイベントにジョニー・バレンタイン、ジョニー・パワーズ、タイガー・ジェット・シン、アンドレザ・ジャイアント、スタン・ホンセンなど、初期の往年のライバル選手と共にスペシャルゲストとして招かれている。全日本プロレス1976年、ドリー・ファンク・ジュニアの仲介の下全日本プロレスと契約。初登場となる7月のサマーアクションシリーズにおいて、 前年の直前と同じくらい前国技館にて、ジャイアントババの PWF ヘビー級王座に挑戦したが、2から1のスコアで敗退している。以降も全日本の常連外国人選手となるも、ババとの連戦は組まれず、ジャンボツルダのライバルとして活動。1977年3月5日にはツルタを破り、ユナイテッドナショナルヘビー級王座を獲得した。 1977年12月の世界オープンタッグ選手権には西ドイツのホースト・ホフマンとのヨーロッパ代表コンビで出場実力者同士のタッグチームとしてザ・ファンクスとも好勝負を展開したがチームワークに難があり戦績はかんばしくなかったその後もエース外国人の一人となって活躍し1978年6月12日にはキラー等赤松から PWF ヘビー級王座をダッシュ10月18日にアブドーラザ・ブッチャーに敗れてタイトルを失うもブッチャーとの交想ではラフファイトの強さも見せたタックでは1977年3月8日にミルマス・カラスとのドリームチームが実現ババンド・ツルダからストレート価値を収めている1980年10月17日には アワでも組んだことのある和風マクダニエルとのコンビで、ババアンドツルダのインターナショナルタッグ王座に初挑戦した。オープンタッグ選手権の解消版である世界最強タッグ決定リーグ戦には、1978年にワイルド・アンガス、1980年にレッソントンと同じ英国出身の選手をパートナーに出場している。1980年代に入ると、 コンディションの低下もあって徐々に、エース外国人のポジションを追われるようになり、来日頻度も減少。1982年3月には全日本参戦6年目に、して、チャンピオンカーニバルに初出場したが、テッドデビアス、ブルーザーブロディ、天竜源一郎など、新しい世代の選手の後陣を排して18人中6位に、終わり、優勝争いに加わることはなかった。 その後は1984年5月と1985年10月に来日し、最後の参戦となった1985年に現役を引退した。現役を引退し、ラスベガスにてホテルのガードマンの職に就いていた1992年、ルーテイズのオファーにより UWF インターナショナルに来日。5月8日の横浜アリーナ大会にて、 ニックボック・ウィンクルとエキシビションマッチを行った。その後は UWF インターナショナルのトレーナーとなり、テネシー州ナッシュビルにあった同団体のアメリカオフィスのジムにて選手のコーチを担当。タイトルマッチのウィットネスとしてたびたび来日することもあった。UWF インターナショナル解散後は再びレスリングビジネスから離れていたが、同団体の取締役だった。 宮と友好の招きで、1999年により UWF スネークピットジャパンのヘッドコーチに就任。以降2008年まで東京の公園寺に定住して鈴木秀樹など後進の指導、育成に携わった。帰米後はアーカンソー州リトルロックに居住、その後も宮とらの招きにより2年に一度のペースで来日していた。2014年。 自宅にて75歳で死去。当初は3月3日死去と発表されたが、3月5日付で Facebook に開設されたビル・ロビンソンメモリアルページにて、ロビンソンの長男のコメントをもとに2月27日に変更された。ありがとうございます。